こんにちは、焼きそばけんちゃんです。今回はですね、紫キャベツを使ってですね、焼きそばを焼くと紫キャベツ内に含まれるアントシアニンが、麺に含まれている、乾水 の、 アルカリ性に反応して緑色になる、ね、レモン汁でよって酸性に pH が触れるピンク色になるという、実験を行っていきます。このまで、まず水をフライパンに入れて沸騰させます。紫キャベツを入れてアントシアニンを出していきま す、 出していきます。イメージよりも少なかったので、もう50入れて合計100ですね。すごい紫色が出てきてる。わかりますか、煮汁が紫色になってきました。はい、少し煮詰まったところで焼きそば麺出ていきます。さあ、どんな変化をするんでしょうか。赤い、早速色が変わってきました。はい、見えますか、このように、緑に変わってきました。はい、ではここに味付けします。塩コショウ、ではこれをお皿に盛り付けます。いやー、本当にしっかり色がついてます。一応じゃあこんな感じで、お、完成です。紫キャベツの煮汁で炒めた焼きそば、アントシアニンがアルカリ性に触れることにより、麺がこんな色になっております。一応塩コショウで味をつけたので試食をしてみますね。予想通り普通の焼きそばの味がします。アントシアニンがアルカリ性になっているのでこの色になっております。ここにレモンのレモン汁、これは酸性になるんですけれども、かけるとピンク色になるという感じですが、どうでしょう。混ぜてみます。色が変わってきました。あ、さらに色が変わってピンクっぽくなってきたの分かりますか。レモン汁をかけてからおよそ、2分ほど経過したでしょうか。元の色がこちらです。で、そして、紫キャベツで青緑になった焼きそばの麺がこちらです。その明太子スパゲティのようなピンク色が出ています。3種類の色が、味を見てみます。匂いもちょっとやっぱり酸味がありますね。酸っぱい。夏場のでも汗かいて、酸味が喉が渇いた状態であれば美味しく食べれるかもしれません。